米プロバスケットボール NBA がスポーツ賭博に関連して不審なプレーがあったとして、トロントラプターズのジョンティ・ポーター選手24の調査を始めた。スポーツ専門局 ESPN が報じた。大リーグの大谷翔平選手の通訳だった水原一平氏の違法賭博疑惑に続き、プロスポーツと賭博をめぐる問題が浮上した形だ。写真で見る声明発表後 ウォームアップをする大谷選手 ESPN によると、1月26日の試合で、ポーター選手の得点やリバウンドなどの成績が一定の数字を上回るか下回るかを予想する賭けが設定された。ポーター選手は数日前に受けた目めの怪我の悪化を理由に出場時間4分で試合を離れ、すべての成績が設定された数字を下回ったが、この賭けでは、下回る、の方に異常な額がかけられていた。 3月20日の試合でも、病気を理由にして出場時間が3分にとどまり、得点やリバウンドの成績が賭けで設定された数字を下回った。ここでも、下回るに多額の賭け金が集中していた。ポーター選手は今季26試合に出場し、1試合平均、25日時点の成績はプレー時間約14分間、4、4得点となっている。 米国ではスポーツ賭博は40近い州で合法で、NBA でも試合の勝敗だけでなく各選手の得点やリバウンド本数まで賭けの対象になっている。NBA の各チームには、異常な賭けがないか監視する専門の部門があり、第三者の監視機関もあるという。選手らが賭博に関与すれば、追放や契約解除、出場停止などの処分対象になる。